妄想とは、その文化において共有されない、誤った、確信のこと。妄想を持つ本人はその考えが妄想であるとは、認識できない場合が多い。精神医学用語であり、根拠が薄弱であるにもかかわらず、確信が異常に強固であるということや、経験、検証、説得によって、訂正不能であるということ、内容が非現実的であるということが、特徴とされている。 妄想の内容や程度は個人差が大きく、軽度で生活に支障をほとんど来たさないものから重大な支障を来たすようなものまで様々である。本人が妄想であるとは自覚しない場合が多いが、漠然と非合理性に気づいている場合もある。また、妄想世界と現実世界が心の中で並立して、その双方を行き来する二重検討式という状態もある。 日常的な会話でも用いられることもあり、その際はいかがわしい考えや空想を表し、必ずしも病的な意味合いを含むわけではなく軽い意味で使われている。古典的には、全く根拠を持たない妄想を一時妄想、何かしらの経験と関わりがある妄想を二次妄想と区別している。しかし、一時妄想と考えられる妄想にも、本人なりの理由が存在している場合も多く、 真の無意味で根拠のない妄想は稀である。了解可能か否かで一時妄想と二次妄想を区別するという定義もあるが、私の病気は不治の病なのだという妄想も、抑うつ気分から悲観的妄想が出現していれば理解可能であるが、健康な人がそのような妄想を持っていれば了解不能であるため、これらの区別は難しい。偏見との区別も難しく、 考えの根拠を聴取し、一つ一つ反証していくことで妄想と明らかになるが、文化が異なる反証であるとその方法は有効ではなくなる。さらに一時妄想は以下の5つに細分化されている。妄想気分、周囲がなんとなく意味ありげで、不気味と感じる。形容ができないがそこから具体的な判断が起こり、妄想となる。妄想近く、正常な近くに、 特別な意味付けがなされる。それが強固な確信となり、訂正が不可能である。妄想表情、とんでもないイメージを抱く。妄想覚醒、途方もないことを察知するが実態には何も理解できていない。妄想着想、ある考えや古い記憶が突然思いがけない意味を持って思い出され、強固な確信に至ること。妄想近くなどは、統合失調症でよく見られる現象である。 二次妄想は、うつ病でよく見られる現象である。新規妄想、微小妄想などが有名である。なんとなく意外痛い。病院に行って検査しても異常がない。診療内科の受診を進められ、それでうつ病と診断されるこういったエピソードが、新規妄想には多い。スパイからの監視古代妄想大半が、統合失調症によく見る病状でもある。中殺妄想、常に登場されているとか、 隠しカメラで監視されていると思い込む妄想。関係妄想周囲に起こっている現実を自らに結びつけて考える妄想。周囲の行動、言葉に過敏で事故に関係して捉えるが、それに同じることも多く、妄想まで発展し、現実離れしていく。自分は人に嫌われ、避けられていると思い込む危機妄想も関係妄想の一種で、ある。恋愛妄想、悲哀妄想。 エロとマニアとも呼ばれる。特定の相手に恋愛対象とみなされていないのに、自分は相手に愛されていると思い込む妄想性障害。在合妄想。自分は非常に悪い存在、罰せられるべきだ。皆に迷惑をかけているなどと思い込む妄想。うつ病によく見る病状の一つでもある。新規妄想自分の体の一部が病気にかかっていると思い込む妄想。実際に病気にかかっていても、 その症状が自分の思っているより非常に軽い場合もこの種類に分類される。いわゆる、エイズノイローゼや、ガンノイローゼも一種の新規妄想である。貧困妄想現実にはそうでないにもかかわらず、自分は非常に貧しい、借金を抱えてしまったなどと信じる妄想、宗教妄想古代妄想の延長上または一つの症状として考えられる。 統合失調症の一つの症状としても考えられているが、自分自身に何か超次元的で特別なパワーがあると信じたり、霊界のようなところから特別な予言や啓示を受けた、またはあらゆる病気を癒す力を授けられたなど、内容が極めて非日常的で壮大なものであり、定性不能な強固な確信があることが特徴で、現実世界からは考え得ることのできない壮大な、 スケールによって描かれる妄想が大半である。つまり、自分自身を神の化身であると信じてしまう症例である。人格崩壊まで至るケースは稀であるが、表意妄想を共に発症するケースがある。これが極端になると、宗教団体の教祖にまでなってしまうケースも見受けられる。その他こう訴え、妄想、不死妄想、キャブグロス妄想、非読妄想、恋愛妄想、決闘妄想など。 嫉妬妄想は隠される場合が多い。被害妄想、編集被害妄想は、妄想の中で最も一般的なタイプであり、他人から悪意を持って害されていると信じる妄想、何らかの犯罪的な干渉を受けていると信じ込み、事業や就職などにおいて失敗しても、他者からの攻撃で失敗したと考えたり、脳内に何らかの危機を埋め込まれ、意識や行動を操作されていると考えたりする。 d s m 4 v r においては、被害妄想は、統合失調症患者の妄想に最も多く見られるタイプとされ、本人は、苦しめられ、追跡され、妨害され、騙され、盗聴され、嘲笑されていると信じている。d s m 4 v r では、被害妄想は妄想性障害の主な特徴とされている。当該妄想は、自分のものを盗まれたと思い込む妄想で、 認知症によく見られる。古代妄想、編集古代妄想は、現実的な状況から逸脱し、事故を過剰を評価したり、実際には存在しない地位、財産、能力があるように思い込んでいる状態である。相病によく見られる。自己評価と他者からの評価のバランスの悪さがある。古代妄想は主に妄想性障害のサブタイプとなっているが、他統合失調症や、 双極性障害の相エピソードの可能性もある。様々な精神疾患に伴って生じることがある。しかし、健常者においても、段、眠りや感覚遮断など特殊な状況に置かれると一時的に妄想が生じることもある。また、原因となる基礎疾患によっても生じる妄想の種類が異なる。傾向があり、統合失調症に多いのは、被害妄想、関係妄想、古代妄想などで、 うつ病に典型的なのは、在業妄想、新規妄想、貧困妄想であるとされているが、必ずしも前例に当てはまるわけではない。統合失調症では、中脳変炎系のドパミン神経の過活動が妄想、幻覚の発生に関与していることが示唆されている。うつ病や潜望に伴って生じる妄想に対しても、ドパミン遮断薬である、抗精神病薬が有効であることなどから、 それらの疾患でもドパミン神経系の過活動が関与していることが推測される。戦争や災害の被災者や凶悪事件等の被害者が一時的に妄想状態に陥ることがある。これは現実から有利することによって精神的なダメージを回避しているとみなすこともできる。統合失調症などの疾患においての妄想ですら過剰なストレスが精神を破壊しないようにするため、 逃げ場であるという見方すらできる。ただし安全装置という観点では妄想の代わりに衝動性が生じることもある。しかし安全装置であるとはいえ病的な方法であることには間違いなく治療が必要である。そして本人にとっては安全装置であったがゆえに治療の途中で激しい抵抗に遭うことは珍しくない。それなりに安住の地であった妄想の世界から 現実の世界を直視することは苦しみを伴うのである。ここで、いかに本人のペースを尊重しつつ、希望や安心感を与えつつ、現実と折り合いをつけてもらうかが、精神科医や援助者の力量が問われるところである。統合失調症患者の自宅、張り紙に満ちている、その妄想に対して否定的な現実を敵視したり、妄想を認めない他人に攻撃的になることがあり、時には、 暴力や犯罪行為に結びつくこともある。周囲から見れば異常な行動をとり、周囲に疎まれ孤立したり攻撃される恐れもある。本来は、社会的動物である人間が、社会から逸脱することは、本人にも周囲にとっても、非常にダメージが大きく、妄想が回復した後の社会復帰にも、支障を残すことがある。また、自分は空を飛べるなどの妄想に、支配されて転落したり、 頭の中に埋め込まれた装置を取り出すために頭部を自傷するなど自らを傷つける危険性もあり、最悪の場合は自殺に結びつくこともある。ありがとうございます。